外は寒くて出られない、絶対に運動はしない男、小林です。近くのハードオフでゲーミング PC の中古を買ったんですが、今回はその PC で 4K 映像出力ができるのか検証していこうと思います。思ってたよりめちゃくちゃ重いな。中古のせいなのか何なのかは分かりませんが、重量がかなり重たかったです。腰がおかしくなるよこれ。映像では何事もなくネジを回しているように見えますが、これかなり硬かったです。中はすべて錆びて動きませんでした。最悪です。オープン。うわ、だいたい予想はしてましたが、かなりほこりまみれ。意外と中のものはしっかりしてました。 CPU は AMD Ryzen 5の3600、6コア12スレッド、グラボは GTX1660、 メモリ 16GB、 ハードディスク 2TB の構成。内容は問題ないようですが、何せほこりまみれ。店でちゃんと清掃してんのかよと突っ込みたくなりますが、起動自体には問題なく、スペックも申し分ないですね。電源を入れていきます。スイッチオン。電源動作に問題はなさそうですが、本題の YouTube の 4K 動画が見れるかどうか検証していきます。あー、動画自体は映るね。いや、これ最初映んないかなと思ってたけど、意外とちゃんと動作するね。まあ動作自体は OK。 本題の YouTube で 4K 映像を見ていきます。やばいかな。 4K 動画は見ることに成功しましたが、異常な機械音がします。このブーンって音がめちゃくちゃしますが、 YouTube がちゃんと映ったので、今日からこの PC が相棒になる。